っと忘れてました。一つの恋が終わった時、元気をくれたのはあの味だった。人気情報誌で話題を集めたコミックエッセイが待望のドラマ化。失恋の数だけあるのは忘れられない思い出の味。主演広瀬アリスが送る失恋とグルメの心に美味しい物語。いい香り。 Amazon プライムビデオ独占配信でお届けする失恋飯、ドラマの見どころをご紹介します。広瀬アリスが演じるのは漫画家のきみまるみき。彼女は雑誌に失恋飯という漫画を連載しています。いい失恋に巡り合いますように。もしや失恋？大失恋？失恋した人を見つけると、ミキは早速取材をスタート。失恋たす飯、ネタが揃ったぞ。そう、失恋飯とは恋に傷ついた人が食べる思い出の飯の物語なんです。ゆうくんにもっと美味しいサバ煮を食べてもらいたくて、お醤油もみりんも高いの取り寄せて、鍋も買い替えて。私たち付き合ってたよね。付き合ってたよね。失恋した人にはどんな忘れられない思い出の味があるのか。婚約を解消されました。婚約解消って失恋だよね。はい、立派な失恋です。お母さん、失恋飯にまつわる切ない物語。うまい飯の思い出話がいつの間にか傷ついた心を癒していきます。そしてこのドラマの見どころになっているのが、この美味しい飯。サバの味噌煮、焼き鳥、ネギ焼きなどなど。実はドラマに登場するのは実在するお店の人気メニュー。地元の人に愛され、食べる人の心に寄り添ってきた飯ばかり。傷ついた心を癒してくれるこの飯にも注目です。ドラマには毎回豪華なゲストが登場。美味しいです。だろう、本当に好きな人が別にいて。ネギついてます。恋愛とか結婚とかしちゃうんだからね。2本あるよ、一緒に食べない？この人も実は重要な役で登場しているそうですよ。そしてミキの失恋飯を連載している出版社 STO 企画、ここで働いている個性的な面々にも注目です。全員佐藤って言うんですよね。 STO 企画ですから。失恋ネタ探してるって言ってましたよね。カニー、カニー。さらに、いらっしゃいませ。ここお花屋さんですか？はい。あ、よかったです。私の恋やーい。ミキの前に現れた花屋の青年、二人の間に恋は芽生えるのでしょうか。このドラマを手掛けたのは数々の話題作で注目の大久保明子監督。そんな大久監督が特にこだわったのが、この美味しい音。失恋飯の美味しさを表現するために食べる音にはかなりこだわったんだそうです。失恋の数だけ忘れられない味がある。全10話で紡ぐ心温まる物語、失恋飯、ぜひご賞味ください。